最高の教師と3年 A 組パラレルワールド説です。というのもこの2つのドラマ共通点が非常に多くて、同じ人との世界観を共有しているんじゃないかという話はかなり有名なんですけれども、実際に僕が思っているのは少し違くて、3年 A 組のパラレルワールドに当たるのが最高の教師の世界なんじゃないかという話です。で、具体的に言いますと、3年 A 組の、ラストで、菅田将暉さん演じる柊木先生は、ずっと病を抱えていて、それに侵されて最終的には、亡くなってしまうという最後なんですけれども、今回はその病を克服して生きながらえた柊木先生が生存するルート、世界線がこの最高の教師の世界になっているのではないかという考察です。